あこさん、こんにちは。こんにちは。今日は腕が横クラブは縦信者がですね、かなり増えてきたということで、はい、この間僕たち、僕とまっちゃんですね、和穂松と、瀬戸はるかさんの、チームでこうコンペを開いたんですね。はい、でこう僕も、まあ、前日ちょっとねこう打ち打ちで練習会とか、開いたんですけど、みんな僕みたいなバックスイングになってたんですよかなりねこう信者が増えてきたなというところで、はい、でコメントにも、何個かあったんですけど、僕は、まあ、こうやって上げた方がいいですよとか、腕横に使ってクラブ縦の方がいいですよって言って、まあね、やってるんですけど、僕みたいになりたいとは思ってなかったわけ、思ってなかったんですよ。要は皆さんの何か自分のスイングのヒントになって、はい、それをこう取り入れることで、少し自分の形が、良くなってきたりとか、して、まあ、ゴルフが良くなってくれればいいなと思っていつもね、はい、こうレッスン動画とかを出させていただいてるんですけど、はい、なんかね僕みたいなスイングになりたいと、コメントがね結構こうあって、はい、あそんな風に思ってたんだっていうのがあったんで、まあ、今日は、まあ、この今なんだっけ、腕横だっけ、はい、腕横クラブ縦信者の方に向けて少しねなんとなく解説していきたいなと思います。はい、はい、でまずちょっと先に見ていただきたいものがあって、今回ねアホ松瀬戸春のコンペにですねたくさんのこうご協賛をいただいたんですね。まあ、各メーカー様からいただいたんで、その動画をちょっとこう感じ出したBGM をつけて、作ったんでぜひ見てください。お願いします。皆さん見ていただけましたか。はい、本当にたくさんの、ね、メーカー様からご協賛いただきまして、まあ、今回のコンペ、まあ、約何人ぐらいですかね、約90名ぐらいですかね、はい、でもう皆さん、ほぼ全員にですね商品がある状態でこうコンペを迎えることができて、かなり高額なね、商品もありましたし、はい、本当に皆さんに喜んでいただけるような、商品をご用意できたと思います。またなかなかこういうね商品をたくさん用意したコンペっていうのはなかなか開けないんですけど、またまあ、うちでいうと忘年コンペやったりとか、まあ、新年コンペも予定してますんで、はい、ぜひその辺ね、まあ、僕たちの発表を待っていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで少しじゃあ僕のスイングを深掘りしていきましょうかね信者の皆さん、はい、待ってましたといや本当なんかね和穂さんみたいなスイングにみたいなことを言われて、あそんな風に思ってたんだなと思って、なんかこの間練習会行ったらみんなこうやってやってるんだね、こうやってやってるんだけど、まあ、やっぱりこう、まあ、皆さんこうポイントは抑えてるんだけど、やっぱり少しずつ、こう違ったりして、まあ、今日はこうスローでねやっていきたいなと思います、はい、で僕がかなり意識してることをやっていきたいと、まあ、ちょっと後ろから撮ってもらおうかな、まっちゃんには。はい、まずこうアドレスですね。僕は結構広めですね。僕のスイングで言うと広め。これ9番円なんですけど、はい、どうだろう。
正面から欲しかったですね、これ。正面からこっち見て構えすいませんね。これぐらい構えますね。はい。9番でこれぐらいは。あ、結構広いですね。結構広いと思います。はい。で、僕、まあ、この間ね、池ちゃんとかにもさ、まあ、うちの方がいいよって言われたんですけど、はい、まあ、少し僕の中でやっぱ外の方が打ちやすいなってことで、昔、あの、土屋さんに教えてもらったように、ちょっと外に開いてますね、今ね。はい。はい。で、ちょっと開いて、で、どっちかって言って右は、つま先は閉じ気味で、左オープン目って感じが多いですね。ショートアイアンは。確かにそうですね。はい。で、アドレスしますね。で、アドレスした時に、クラブはやっぱちゃんと持つ。っていうことが大切なのかな。いやいや、まあ持たないと打てないですからね。まあふわっとこうね、あの別に緩く握ってるんですけど、しっかりクラブを支えるっていうことが大事ですね、はい、これができないとそもそもあの腕を横に使った時にクラブは縦に触れませんと。横になっちゃいますね。横になっちゃうんでね、まあ、こうなっちゃいますから。はい、はい、いきますよ。で、バックスイングの時にイメージしてるのはこう右手の我慢ですね。右手の我慢をイメージして、極端にこういう感じなんですよ。動きはこうなんですよ。あ、そうなんですね。こう体回転していくとこういう感じで、バックスイング。確かにそうでしょ。要するにこうなんですよね。腕がこうとかないんですよ。だからよくさ、あの昔メディシンボールとかをこう投げるようにみたいなトレーニングもされた方たくさんいると思いますし、はい、今でもやってる方いると思うんですけど、僕のスイングの中ではないですね。まあ、そういうトレーニングですけど、はい、腕をこう使うことはないですね。こうですから。あれ、見覚えない。これ。ない。朝倉未来のご機嫌を。見覚えない。いや、見覚えはあるんですけど、そこから来てると思ってなかった。思わなかったですか。はい、ご機嫌ようなんで。はい、で、まあ、腕をこう使いながらですね。そうすると、まあ、僕はフックグリップっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと左手は背屈ですね、はい、でこれね、スクエアグリップの人もたくさん見てるんで、スクエアグリップでちょっとやってみますね。こんくらいですかね、スクエアグリップっていうとね、一緒だと思うんですよね、ご機嫌ようは、うん、左手が背屈にならないだけで。スクエアの方が、うん、トップでのクラブがちょっとオープンになるんですかね、うん、まあ、それはやっぱあると思いますね。はい、はい、僕はまあ、かなりオープンでもいいと思ってるんで、まあ、シャットよりはオープンの方がいいと思ってますね。なぜかっていうと、まあ、基本はそんなにそのすごいパワーがある人ばっかりじゃないじゃないですか。はい。で、シャットになると、こう、まあ、言ったら天井を向くようなトップになるとですね、どうしてもフェースが被ってる状態なので、はい。球が上がらないんですよ。はい。で、球上がらないから、まあ、結局煽り打ちになったりしちゃうん でオープンの時は捕まんないとかっていう人もたくさんいると思うんですけど、はい、オープンでもね、しっかり軌道さえこうカットにならなければ捕まるんですよね、はい、だってもともと構えてる時はスクエアなんだからね、まあこうスクエアにしてこうやっても別にねスクエアなわけですから、はい、球は捕まると思うん でスライスしちゃうっていうのはここのフェースの向きがオープンというか違うところでスライスの要因が入ってると思いますね、はい、じゃあ僕 の信者の皆さんに向かって戻りますね、はい、でバックスイングはご機嫌ようですね。ご機嫌ようでバックスイングした時に、まあ、左肩をやっぱしっかり入れてますね。僕は左肩のやっぱ正面から向かったんですかね。左肩やっぱしっかり入れるイメージ。あー、結構入れてますね。左肩を入れれば別にトップこの上まで持っていく必要はありません。こうやって、あー、そこまでですね。よっぽど体が柔らかい人がじゃなく限りはちょっと厳しいと思うんで、まあ、信者の皆さん結構おじさんが多いんで、まあ、この辺で止めてもらえればいいかなと。無理やりこう作る必要もないです。行く必要もないですね。行く必要もないです。こういういらないですね、はい。まあ、結構トップは浅めですね、僕のスイングは。まあ、はい、いつも、はい、まあ、ワッホさん結構ばらつきあるイメージあって。そうですね、年ごとに変わったりしますからね。深くなったりも、クラブヘッドが見えてる時もありましたからですけど、今は浅めですね、はい、腕横、手はご機嫌ようのバックスイングで、ここから僕のイメージは、よくね最近リリースとか、いろいろありますけど、イメージはここ変えないです。ずっと変えない、変えない、変えない、当ててからリリースですね。こっくるじゃないですか、はい、当たるじゃないですか。当ててこっからこうならないです。あ、そのままいかないですね。イメージは、はい、ここからここを支点に
こういうリリース入ります。でこの感覚なんですけど、まあ、うちの社長がですね、右手が下かって言ってたんですよ、はい、上になってるわけですね。で感覚的に右手をこう下に使ってる、要はこうしか下に使ってるイメージでクラブ打ってて上に来てるんですよ、はい、これね大発見ですね。本人的には下だけど実際見えてる映像は上なんですよ、上ってことですね。で最近さ、まあ、あの小沢コーチとかとかね、いろいろこうあの森くんとか池ちゃんが言うさ、まあ、クラブこっち回りですよみたいな、はい、言うじゃない、こうさ、はい、言うけど、えこうじゃない可能性あるよね。これ上じゃない、上ですね。これ知らないよ、確認取ってないから、はい、2人っていうかあの辺にはこうだけど、こうかもしれないじゃない、これも上に来てるでしょ。まあこっちから見たら上ですね。ねえいやいやみたいな、なんかえなんかどっちなんだいってことなんだよね。あだから、まあ、これ本人的な部分があるとですね。本人的な部分、そう。でもこれは大概の人は下やで、これはこれは下じゃん下ですね、下じゃん、はい、でも手つけたら上なわけよ、これ、もうまあ多分ね、森くん池ちゃん見てますよ、回答求めます、あの求めますね。あと小沢コーチもこれは求めますね、はい、なかった場合切れます。いや見てないかもしれないですね。大罰だからね、メンションしないと。別にもうメンションと別に、もう答え、別に答えてくれなくていいんですけど、その感覚があるんじゃないかなと思って。でね、僕最近アイアンの感じは下なんですよ、上だけど本人的には下なんですね。腕横クラブ縦なんだけど、はい、これだからずっとこれ上なんだけど、こうするとなんかやっぱり球上がんないイメージあるじゃないですか、はい、だから下なんですよ。不思議じゃないですか、これが上これが下。この感覚ねあるんですよね、特にアイアンとかドライバーは、最近、この感覚を持って左に振り、要はクラブヘッドをこうやって左に振り抜いたらボールが右に飛んでいく感覚がありますね。お、うん、もう一番大事な感覚ですね、はい、でちょっとこう過去に遡るんですけど、僕ねまあ9月に QT 行ったじゃないですか、ファースト、はい、まあ、そんなに調子良くないっていうか、やっぱりこうあんまりうまく打てないホールも結構あるって言ったじゃないですか、はい、でやっぱりこう狭いからまっすぐ行かせるとし、いろいろその時あるのはこっち回りだっつってね、こう使ってたんだよね、要はこう、はい、上ね、上に使ってやっぱりどんどん球低くなってくるわけよ。そりゃそうだよ、クラブはこうやってくるわけだ、クラブヘッド上から来るから、はい、でもあの時下を使ってれば上がったかもしれないね、下上だけど。この感覚の違いは皆さんは気づいてないと思うけど、これ両方あるっていうのは覚えておいてほしいと思います。自分の感覚では右手をこう下に使ってるイメージでも、旗から見たら上に使ってるし、実際はクラブをちゃんと上に使えてるっていうことですね。こうかこうなのか、ここは回答求めます。はい、はい、で最近は下ですよ、下なんですね、クラブは下なイメージね、手は下でね、で上来てるけど、でそのまま振り切っていきます、いきますよ、でこういうフィニッシュになるわけ、こうはならない、こう、そういう感じですね。正面から見つか。いやもうこれ正面からの動画だったような気がしますね。正面からが必要な動画でしたね。いきます。なるほど。そう言われると全部の動きが入ってますね。全部入ってますよね、はい、僕言ってること嘘ないですよね、嘘なかったですね、嘘ないですね、下ですか。下っすね、下。
まあ、下に入ってるかどうかはちょっと見えないんですけど、はい、まあ、このイメージが、まあ、こういう形になってくるということで、まあ、あの打ってますね。で、はい、まあ、基本的にその、まあ、このスイングをやってますけど、コースに来ると場面シチュエーションが違うわけじゃないですか、はい、だから毎回そのなんて言うんだろうな、こういう練習場で打っているようなスイングはしてなくて、まあ、フックで打ったりカットに打ったり抑えて打ったりね、いろいろしながら、まあ、こうコースを回ってるわけで、本当にいいスイングをしたらいいスコアが手に入るとは限らないっていうのをね、あのしっかりこう覚えておいてほしいなと思います。ドライバーなんかはやっぱりこう、はい、フェードを大きくね使ったりとか、まあ、ドローも打ったりとかいろいろあるんで、まあ、そういうのも練習して皆さんが上手になってね、僕みたいなスイングになれるといいですね。はい、ということで、まあ、今日は、まあ、うちのコンペ開催をしてね、まあ、そういうご紹介と、まあ、僕の、今腕横クラブ立て信者の皆さんに向けての、動画だったんで、まあ、これからも、動画を見て、たくさん学んでいただきたいなと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと僕もいいですか。早いね。俺もうちょっと喋ろうとしたんだけど、今、はい、俺の信者だから、はい、俺がいるかなと思ったんだけど違ったね、うん、いやいや、もう信者第1号ですから。信者第1号。はい。腕横クラブ立て。はい、はい、まずここっすね。そうっすね、はい、で右手は下。ごきげんようです。ごきげんよう、はい、こうっすか。ごきげんよう、こう。うん、まあでも腕使いたことそうだね。まあこうこうこうだね。はいはい、ごきげんよう。ごきげんよう。はい、ごきげんよう。怒られるよお前。ここっすか。朝倉未来信者に。そう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 。え、ここっすか。うん、ここ、うん、岩さんっぽいっすか。肩を入れて、肩入れて、そうそう、いいやん。あ、もうそっくりやわ俺に。岩さんそっくりっすか。もうそっくりだね。うん、で、うん、切り返しの時はこう、こう変えないでしょ。変えないでそのまま切り返し持ってって当たったら右手は下。そう、上来てるけどね。これ上来てます。上来てるよ。あ、こうか。うん。いや、つま先まで。つま先グラスポイント言うの忘れた。これね、これ改善するかもしれない話があるんで。この20、俺ゴルフ歴25年ぐらいやってますけど、はい、これ改善する可能性できましたね。はい、はい、右手して、そう、あー、いいっすね、そっくりっすね。これ岩さんすか。はい、これ俺です。はい、え、なんか意外に普通なんすね。とにかく、まあ、とりあえずパワープレーぐらいで回れるっていう。はい、感じですね。パワープレー以上打ってるとこ見たことないですもんね。まあ結構あったけどね、最近ね。はい、だからやっぱごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。怒られますね、これ。怒られるよ。ボコボコにされるよ、お前。よし、行きます。はい、まあ、ちょっとわかんないですけど、うん、まあ、そういう感じですよ。はい、あ、今ちょっと右手が上になっちゃいましたね、うん、まあでも意外にシンプルなんですよね。そうですね、やってることはそんな難しくないですよ。なんか、うん、上げて下ろしてるだけですよ。まあ、あの僕の印象いいですか。はい、よくワッホーさんが、はい、あのなんかハーフスイングについてよくこう動画で、あ、出しましたね。出すじゃないですか、はい、その時に、まあ、同調はするイメージはないっていうか、うん、同調はさせないって言うじゃないですか。あ、まあ、同調はそうだね、同調はしてるんだけど、同調を俺らがするっていうとロボットみたいな人が増えちゃうかなと思って。こういうことですよね、うん、まあ、これはもちろんないんですけど、うん、でもなんだろう、もう腕 も、 もうこの体もこの下半身も、うんうん、全てが固まってる感じですか。固まって一体化してる。あ、まあ、その感覚はありますよね。やっぱそういうことですよね。あります、あります。はい、だからもうなんか自分のこの、まあ、多分操れる範囲があると思うんですよ、はい、腕にしてもクラブにしても、はい、それを絶対に外さない、うん、だからそういう感じのスイングなのかなっていう。そうですね、その飛ばしたい時はアドレスの時に両肘をちょっと緩めて五角形を作っといて最後締めるっていうね、アイアンね。そう、うん、のことかある。あ、だからなんかこのこうすごいなんか動かしたりはしないってことですね。まあそうだね、そんな実際動かないしね、うん、まあ確かにそれ動かそうと思ったら相当難しいですよね、うん、
この体のなんか自分の範囲で、はい、やってるって感じですよね。やってるんですね、うん、シンプルですね。いやそりゃそうでしょ。いやそりゃそうでしょって言われても考えすぎなんじゃないのみんな。あ、皆さんがですね、うん、まあまあだな。最近もう僕はね、体柔らかくなる方法を見つけちゃったんで、はい、ついに、あ、それで下半身がってなんです。あ、そうです。ただね、こう、まあ、成田にあるジムにね、まあ、最近行って、はい、まあ、その書道負荷の先生がね、まあ、今回こう入ってきたということで、はい、もうこういろいろストレッチの仕方を、ストレッチマシンを使ってね、はい、やってるんですけど、もう正直ね、今週月曜日から今日何曜日、日曜日まで、はい、まあ、今週の月曜日にコンペやって、まあ、朝から晩までいろいろやったじゃないですか、はい、でその次の日から、まあ、栃木に行ったり、結構車の運転の移動、はい、2時間40分を超えるような、まあ、そうですね、こう蓬莱行って帰って、2日間やって帰ってきて益子行って、で、まあ、ちょっと近くのね、サンブグリーンってところ行って、で今日も約1週間ねずっと動きっぱなしなんですけど、はい、体がめちゃめちゃ軽いっす。調子がいいんですね。めちゃめちゃ調子いいっすね。お、はい、めっちゃ大事なことっすね。はい、ついに見つけましたね。はい、これはかなりね、僕のゴルフ人生においてね、かなりプラスになる出来事だったんで、まあ、どこのジムとかは言いませんけど、うん、ぜひ皆さんもねストレッチしてほしいなと思いますね、うん、そこは教えないですね。そこを教えるとね、はい、僕がいることバレちゃうんで。ああ、そういうことですね、はい、時々僕も現れたりするかもしれないですね。そうですね、はい、そうなんですよ。あとどうですかこれ、新しい携帯に変えて皆さん。さっきあの、はい、陽さんの打った球を一回アップしたんですよ、はい、アップ性能がすごすぎて。アップ性能すごいですか。すごすぎてボール捉えられなかったちょっとやって待っていいですか。いやもう本当マックスまで、はい、あのもっと多分番手が、はい、多分6番これね、まあ僕の携帯は14プロマックスなんですけど、はい、まっちゃんの携帯がもうね、あの防水になっちゃったんで、はい、16プロに変えていきます。はい、ちょっと左だな。どうですか。おお、すごい、15倍までいけるよ。はい、だって捉えるのが難しいね。難しいですよね。うん、前までは9倍だよね。9でした。14プロはね、はい、で9だから、でも皆さんにとってはいいですよね。いいけどカメラマンにとって大変だね。キャメラマンにとったら、キャメラマンにとったらさ、当たんねどの辺なんだろうこれ。あ、ここか分かりづれ。だからこのがカメラの角度って僕たちちょっと上向けてるじゃないですか。そうだね。でアップすると下地面じゃなくて、ね、上に行っちゃうんですよね。あのビデオカメラだね。ビデオカメラぐらいズームしちゃうね。だから捉えらんないね。9倍ぐらいで抑えよう。え、抑えちゃうんですか。うん、だじゃあ何のための新しい15倍やれるとこを9倍でやったら綺麗なんだよ多分画面が。あ、そういうことですね、うん。ちょっとね、ちゃんと全部まっすぐってほしいですね全然なんない、はい、こんぐらいですね。9倍。あ、これでいいですね。最後こうこうやって折って、あ、いいっすね。はい、ということで、はい、まあ、そんな感じでね、はい、まあ、あらゆるものが進化したということで、はい、まあ、僕たちはまあ明日ねちょっとまた長野県の方にねこう行ったりもするんですけど、まあその辺もお楽しみいただければいいなと思います。はい、よいしょよいしょ。